はい、皆さんこんにちは。今日紹介しますのは、見てわかる人はわかるかなというね、鳥獣人物戯画というね、これ京都にあります戸賀農産高山寺というところにありますね、ところにある絵巻物ですね、国宝だそうです。墨で描かれた、ね、巻絵っていう感じなんでしょうけども、まあ、それに全4巻とかって書いてますかね、その、まあね、人間をこのお猿とかウサギとかカエルとかキツネとか猫に置き換えてなんか面白おかしく描いたっていう、まあ、漫画の原点みたいなもんですかね。これが、まあ、日本における、初の漫画なのかな。漫画というのも変な話ですけどね、まあ、これ何が好きかと言いますと、昔々ですね、時間ですよというテレビ番組がありまして、まあ、銭湯かなんかを、ね、西城秀樹とか出てたのかな、誰が出てたのか、もうすっかりは酒井正明が出ていたような、キキキリンが出ていたような、釜愛すなんとかさんが出ていたような、なんか浅田美代子さんも出てたかな、なんかね、記憶がごっちゃごっちゃになってるんで何とも言えないんですけども、そういったテレビ番組がありまして、とても面白くてですね、まあね、何が画期的と言っても銭湯なもんですからね、まあ、奥様方のおっぱいが見えるっていうのは、なんかちょっとだけお色気シーンもありの、まあちょっとね、画期的なテレビ番組だったわけですわ。まあ、それの、エンディングにこの鳥獣戯画の絵がですね、ポロポロと出てくるというか、そういう、まあ、これを印刷したものとかそういったものいっぱいあるもんですからね、チリシにしてみたりとか壁紙にしてみたりとか、まあね、風呂敷にしてみたりとか、まあ、そんな手拭いにしてみたりとか、そのいろんなものがあると思うんですけども、まあ、その絵がその番組のエンディングに出ていて、この絵は何なんだろうってね、すごく気になってというところなんですけど、別にこれがすごい好きかって言えばないんですけどね、まあすごい気になる絵ではあったわけで、まあそれがですね、フィギュアになりましたということでね、これはもうどうしてもこれね、全6種類ぐらいあったのかな。このシリーズはですね、これ和楽というね、ご婦人が買うね、ちょっと高級な本、月刊誌なんですけども、普通の書店で買えないようなですね、まあ通信販売で買うような本というか、なんかこのディアゴスティーニみたいな感じの本なんですかね、まあ、そういったような和楽というちょっと、お金持ちのご婦人方が読むような本ですよね、まあ、そういった本のおまけとして入ってたもんなんですから、これなかなか入手が困難でして、ね、この存在に気がついた時にはですね、もう結構何巻か進んでたもんですから、進んでたといってもバックナンバーとかでもなかなか揃えられなくて、なんとか2冊を抑えての、まあ1冊はね、もう探してこのウサギはすごい探してような気がするな。なんかそれで猿と猫はその和楽という本ね、結構お高かった本なんですが、それを買ってという、まあでもまあその2つぐらいで、あとカエルとかキツネとかいろんなもののフクロウとかね、あったと思うんですけども、まあ、それはどうしても入手ができないというか、どこにも見当たらないね、これ持ってる人どっかにいないのかなっていうね、ご婦人方に聞いたら、和楽なんて本知ってますかなんて聞いても、知ってる人がいたとしてもこんなおまけまではね、なかなかこの知ってる人はいなくて、まあ、入手困難ということでね、最近海洋堂さんからもこれのフィギュアかなんか出してたりなんかするのかな、ガチャガチャとかでも出してたけど、なんかこれはね、あれはまあまあなんか微妙にちょっとなんか違う感じがするっていうね、なんかこの、なんか別な用途にも使えるようにできてるので、ちょっと造形的にちょっと無理があったのかな、まあ、こんな風にね、なんか美しくないってとてもね、なんかこのウサギにしてもですね、とってもこのフィギュアはですね、絵の良さをすごい特徴を捉えててですね、このウサギと猿の追いかけっこ、こんだけよくできた鳥獣戯画、鳥獣人物戯画っていうのが本来のタイトルなんで、鳥獣戯画のフィギュアっていうのはね、見たことがない、ね、こう本当に
やっぱり結構お高い雑誌の付録だけあって、本当にそつなく、プラの造形というかプラの質感もすごく良ければ、このね、艶の消した感じのこの赤い葉っぱとか、こういった手に持ってるものですよね、こういったものの質感もすごくいいって、ちょっとね、やっぱり一味違ったフィギュアなんですよ。これなんか高級感が違うって感じなんですよね、なんかね。ね、この猫もなかなかね、お顔もいい顔してるんですわ。ね、いい顔してるし、烏帽子かぶってるところがなかなかね、最高の一品でございます。後ろ向いちゃうと顔がね見えないですけども、まあ、このウサギとキツネの、キツネじゃないや、ウサギと猿の追いかけっこなんちだね、これもう誰もが知ってるようなシーンですよね、これなんで出してきたのかというと、実はですね、あの9月の末ぐらいにね、お月見十五夜の季節があったもんですが、その時にですね、お団子と一緒にこれをちょっと飾ってネタにしようかなと思って出しておいたのが、気がつくとすっかり忘れてましてね、なんかね、まあ、うさぎがいるからなんかお月見ネタでちょっとなんかないかななんつって出してたもんなんですけども、今になってちょっと出してみましたというところで、はい、今日はですね、ちょっとこういう珍しいものも探していますけどね、まあね、ぜひとも、カッパじゃないな、カエルとフクロウともう一種類ウサギがいるのかな、キツネもいたような気がする、ちょっとね探してるんですけども、これはねちょっと手に入んないかな、難しいですね、これはね、和楽という本自体がね前に合わすぎてしまってという、まあね、未だにこういった探してるものもありますよということで、ちょっとご紹介してみました。はい、今日はね、鳥獣戯画、ぜひね、僕もあの京都にもう一回行くことがあったらね、現物見てみたいなと思います、まあ、ここですからね、簡単に見れるようなもんじゃないと思うんですけども、それじゃあまた失礼します。はい、皆さん、おまけ動画でございます。斉藤孝雄さんがお亡くなりになったということでね、大変残念でございます。はい、斉藤孝雄さんに関するものなんか持ってなかったかなってね、くだらないものいっぱい持ってますからね、なんかないかなと思ったら、缶コーヒーのおまけぐらいしかないかなんて思ってたんですけどね、そういえば超人バドムワンっていうのもね、斉藤孝雄先生なんですよね、バドムワン、しかもこれね、カプセルポピニカですけどね、カプセルポピニカ、バドムワンの思い出をちょっと語りますとですね、実はですね、この超合金、合金砥石の、マッハロットね、これね欲しかったんですけどね、これ欲しかったんですけども、私子供心にですね、マッハロットって2種類あるんですよね、実写のが、先端がねこんなような、本当にねテレビで出てたのがね、こういうような先っちょがねなんかへこんでるようなやつと、アイロンみたいな形で、どっちかというと私はね、このアイロン型、ね、こういった形のね、マッハロットがすごい好きで、向こう側はね、あんまり好きじゃなかったんですけども、問い関係は根こそぎこっち側だったっていう。かっこ悪い方のマッハロットしかおもちゃ化されないということでね、マッハロットは欲しいんだけど、いらない、いらない、僕の好みの形じゃないかな、というところでですね、念願かなったのが、キャラウィール、もう社会人になってからですよね、ちゃんと分かってますよね、やっぱりキャラウィールのプロデュースやってる人って結構ね、やっぱり分かってる人は分かってるんだろうな、やっぱりこのアイロン型を持ってくるあたり、ね、バンダイが出すということなんで、向こう側のね、先っちょの潰れたやつを持ってくるかと思ったんですよ、やっぱりあの合金トイとかになったのは向こうのバージョンですから、いやでもですね、当時子供たち一番人気があったこのアイロン型、ね、先端がね、ちょっとかっこいい形の方、こっちの方を、ミニカーに連れあたり、さすがだなと思いつつも、まあ、斉藤孝雄先生にもいろんな作品を見せていただきましてね、鬼平ハンカチョとかも好きでしたよ。はい、ということでね、今日はゴルゴ30、なんか小さすぎてね、写りが悪いですけども、まあ、ちょっとまたバドムワンについては話すこともあるかな、まあ、そんな感じで今日はね、おまけ動画です。それでは失礼します。さよなら。